松崎町の雲木地区では今月14日に太田川が氾濫したことで川沿いにある民宿などが浸水被害に遭いました。被災から今日で1週間となりますが、現地では今も建物に残った泥の撤去や家財道具の片付けが続いていて、ボランティアや近くに住む住民たちの協力も得ながら作業に当たっています。ただ多くの民宿が再開の見通しを立てられていないのが現状で、また太田川に流れた土砂の撤去も進まず、今後の雨で再び氾濫が起きないか住民からは心配する声も上がっています。